いわゆるバラして寸法を測りながら、はい、まあ、頭の中で設計図を作っていたところでしょうね。そうですね、うん、まあ、その辺の数字に関してはちょっと図面はある程度は起こしましたけれどもね、はい、まあ、今日先ほど、まあ、見せていただきまして、はい、私あの富士でもあれ見たことあるんですけど、はい、やっぱりなんかこうすごい懐かしいですね。思いましたか。懐かしいし、あのやっぱりあの当時エルフ、まあ、元気でしたよね。だから、まあ、大役と嫌で、あまり走ってるところの印象はないんですけど、やっぱり存在感があったなっていうのはすごくありますね。まあ、渡辺さん、あれで今年なんかね、ヒルクライムを走られたってそうなんですよ、はい、いうことなんですが、はい、走った印象はいかがですか。ハンドリング、みんなね、大体YouTube なんかもやってて、そちらのコメントなんかでもよくいただいたりとかするんですけれども、やっぱりフロントのそのね、寄りについてると、ハンドルが重いんじゃないかとか、そういうふうに言われる方いっぱいいるんですけど、まあ、全然本当に普通にこうニュートラルにこう曲がっていってくれるというか、ハンドルなんかも全然重くはないし、軽いってほどでもないしっていうくらい、ちょうど安定したような、安心してこう乗れるような感じのハンドリングですね。はい、なんかミニの部品をね、だいぶ対応されたということを聞きましたけど。そうですね、結局フロントのハブなんかは関係はミニのクラシックミニですね、それの10インチキットっていうのが普通のそのミニにつけるために販売されてるんですけれども、その10インチキットを全部ブレーキキャリパーから何から組み付けたっていうような構造のものを使ってますね、はい、重さ的にも多分近いものありますよね、うん、ミニと多分そうですよね、500、600ですもんね、はい、そうですね、はい、だからまあ当時ね、そのレースでまあミニなんかもね、それなりの成果を上げてる車なので、だからあの辺のハブには信頼性があるんじゃないかということで、まあ使った理由の一つなんですけどもね、はいはい、まあテレルさんともいろいろね、まあコミュニケーションができて、まあ、いろんなまあことをまあクリアされてきたと思うんですけど、はいはい、やっぱりあれだけ特徴のある車ですと、うん、やっぱり誰しもがみんなそういうね、なんかどうしたのこうしたのって今話題になると思うんですけど、はい、で、ね、でもまあ、あれも2年間で、まあ、お金もかった、うん、体力も必要だった、エネルギーも大事だった、気力も必要だった、はい、まあ汗も流したということなんでしょうけど、はい、まあご家族の、まあ、協力もありますよね。そうそうですね。人がやらないことをあそこまでやられるということは、うん、まあ大変なことだと思うんですけど、今後例えばまあこれで一つ完成形なのか、それともこれの発展形があるのか、その辺はいかがでしょう。そうですね、まだ本当この間の妙高というところのヒルクライムで、まあ、初めてそのある程度のスピード領域で走らせたっていう感じなんですけれども、まだ完成というわけではなくて、これからいろいろサーキットとかね、そういうところ走らせてくれるところを探して、そういったところでテストじゃないんですけれども走らせたいなっていうのがありますんで、もう少しこう車が今度もっと安心に安全に走れるような感じのものにはしていきたいなとは思ってますね。